リュディガーフォン・シュターレンベルク・エルンスト・リュディガーフォン・シュターレンベルクは、オーストリアの貴族、軍人。同じく軍人のグイード・フォン・シュターレンベルクは、重帝にあたる。グラーツで生まれ、オーストリア軍に入隊、ライモンド・モンテクッコリの下で、オスマン帝国と戦い、1664年のセント・ゴット・ハールドの戦いで、オスマン帝国を打ち破っている。1683年に、 オスマン帝国がウィーン遠征を勧告すると新生ローマ皇帝、レオポルト一世からウィーン防衛司令官に任じられ、7月から9月まで行われたオスマン帝国のウィーン攻撃を耐え抜き、オーストリアの勝利に貢献した。戦後レオポルト一世から恩賞として元帥に任命された。大トルコ戦争にも従軍したが、1686年のブダ包囲戦で重傷を引退。 1688年から亡くなるまで軍事委員会総裁を務めた。1701年、ウィーンで62歳で亡くなり、遺体はウィーンの初店修道院に埋葬された。フランスの亡命貴族だったプリンツ・オイゲンの力量を見抜き、1697年に、オイゲンのいとこのバーデン編脅迫、ルートビヒビルヘルムと共に、レオポルト一世にオイゲンを推薦。 タイオスマン帝国方面司令官に起用させ出世のきっかけを与えた。また、20世紀に五国団を結成したエルンツとシュターレンベルクは、冒険の子孫にあたる。リケット P38P40、マッケー P21、リケット P46、マッケー P45。五ウィキメディアコモンズには、エルンストリュディガーフォン・シュターレンベルクに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。